どうも、皆さん、ポケモンはやっておられますか？ポケモンソードシールドさ、今回バグ多すぎないか？さすがに初代のポケモンほどではないんだけど、ただ致命的なバグがあまりにも多すぎて、今回久々にこんなに多いのかな。ちなみに今回またまた新しいバグが発見されたわけですけど、今回そのバグっていうのがですね、ポケモンセンターに孵化したポケモン、厳密には孵化厳選したポケモンかを預けているとですね、なんとそのポケモンが消えるっていうバグがかなり報告されているんですよね。詳しくはツイッターとかでポケモン消えるボックスみたいな、そういったイメージで検索していただければ、かなりの数出てくると思うんですけど、どうなんだろう、ポケモンを多分ね、100時間ぐらいやってる人、もうすでに100時間ぐらいやってる人なら、多分1匹ぐらい消えてるんじゃないかなと。そうか、気づいてないとか、割とね、頻繁に起こってるみたいなんで、もしね、消えてるかもしれないなと思う方がおられましたら、ちょっと一度ボックスを確認した方がいいかもしれませんね。ちなみに消えるポケモンっていうのが、孵化したポケモン限定みたいなんですよね。今のところはね、もしかすると普通のポケモンも消えてるかもしれないけど、ただ現時点では確認ができていない。孵化したポケモンのみか。なぜそういう事象が起きるのかとか、どういったロジックになってるのかとか、消えたポケモンどこに行くのっていうところに関してはわからないんだけど、ただとにかく消えていると。詳しくは多分消えた人の悲痛な叫びがめちゃくちゃツイッター上とかで出てると思うので、そちらの方をご覧いただければなと思います。詳しくは、ちなみに僕はね、まだポケモンは消えてませんね。まだ消えてないだけで、これから消える可能性もあるけど、なんか 6V が消えたとかさ、 5V が消えたとか、結構報告が上がっててやばいんだけど、あれどうすんだろうね。最初冗談かなと思ってたんだけどさ、どうせまたネタでしょ、釣りじゃないかなみたいな。ただ釣りじゃなかったみたいなね。いやー、どうすんだろうあれ。その日付変更バグがあまりにも有名すぎてね、ポケモンが消えるバグについては特に触れられることは今までなかったんだけど、最近特にひどいと、そういった方向が上がってきているので、皆さんぜひ気をつけましょう。どう気をつけろっていう話なんだけどね、そんな消えたものをさ、また取り戻すとかできないし、気をつけようもないよね。何かその予防策があればね、それをねやればいいと思うんだけど、残念ながら予防策がないので何とも言えないところですね。ただとりあえず僕が言いたいこととしては、早く修正パッチを配布してほしい。そう、それなんだよな。ちょっとポケモンが消えるバグはやばいわ。なんかその厳選したてのポケモンが消えるみたいな形で聞いたけどね、そのどのタイミングで具体的に消えてるのかっていうのが、結構人によってバラバラなんで特定ができないんですよね。だからどのタイミングで消えてるかわからないからさ、とにかく一つ共通していることとしては、孵化厳選したポケモンが消えていると。手持ちからは消えないけど、ボックスに預けたら消えるみたいな、神隠しですよね。だけどさ、初代のポケモンでも預けたポケモンが消えるっていうことはなかったぜ。さすがに、そのレベル5のポケモンをね、5秒でレベル100にする裏技とかあったけどさ、タマムシシティのエレベーターの中でミュウを釣ったりとかね、あとはバグのポケモンとか、ポケモンを切り裂いたりとか、なんかそういうよくわからんバグとかあったけど、ただポケモンが消えるってなかなかないぜ。なかなかないよね。なんか初めてのバグな気がする、歴代のポケモンの中でも。ポケモンってさ、マリオとかカービィとかそういったメジャーのタイトルと比較すると、ポケモンもメジャーなんだけど、かなりバグが多いんだよね。なんでこんな多いんだろうっていう。だってそんなマリオとかカービィで報告されることってあんまないじゃん。他は飛び盛りとかか、動物盛りシリーズか、あれも割と多いけどさ、ただポケモンはさ、わざとやってんじゃねえのかっていうぐらい多いよね。この動画見てる人でダイヤモンドとか、
あとはなんだあれパールかやってる人って、まあ、どれぐらいいるのかわからないんだけど、あれもね、なんかその存在しないポケモンを捕まえられるかみたいなのが昔存在していて、かなり話題になってたよね。そう、ダークライっていうポケモンが、まあ、いるんですけど、まあ、そのダークライのポケモンっていうのがですね、まあ、そのイベントに参加しないとゲットすることができないんですよね。ただバグを使用すると確か四天王の部屋から波乗りすることができるんですよね。で波乗りして裏道を通ってそのダークライのところまで行くみたいな、まあ、そういったことができるんですよ。なんか懐かしいな、まあ、具体的にどういう内容だったかっていうのはだいぶ昔だったんで忘れたんだけど、ただその時ねよくやってたなっていう、まあ、ダークライとかあと他にも伝説のポケモンがいて、そいつらもね捕まえることが確かにできた気がする。いや懐かしいね、まあ、そう思うと本当にポケモンでバグが多いんだなと実感しますね。まあ、そういったところでやっていきたいわけなんですけど、前置きが長すぎる、6分7分ぐらいなんか喋ってる気がするんだけど、まあそのうちバグはね修正されるでしょうね、なんだかんだね。まあ、昔のポケモンとかだとパッケージで買い上げだったから、まあその一回バグが発生してしまうともうずっとそのままだったんだけどさ、まあ今回からはまあオンラインにもつながってるって言ったところで、まあ、修正パッチとかが、まあ、近々配布されるんじゃないかなと予想してます。だからまあとりあえずそこに関してはバグの解消待ちかな。ただまあ日付変更バグはまあ別にいいんだけど、とりあえずポケモンが消えるバグは怖いからやめて、うん、とりあえずそれだけですね僕が言いたいことは。さあ次のところに行くかけど結構長いよねこれ。まあこの動画がいつ出るかわからないんだけどそう、大体なんかその動画撮ってから1週間後ぐらいにアップするんで僕、まあ、1週間とかないしは2週間とか結構ねラグがあるんですよね。だからこのネタがもしかすると古いかもしれませんけど、そこについてはご了承ください。そう、それなんだよな、まあ、基本ため撮りしちゃうからね、まあ、基本ため撮りなんで、まあ、若干ラグがどうしてもあるんだよね、まあ、一気に5本とか10本とか撮るからさ、でそれを大体まあ1週間とか2週間かけて上げていくので、で順番で上げていくわけだからさ、どうしても出るんだわラグって、うん、あなたたち B とダイマックスは僕が苦戦するとでも。出たてめえまだいたのか、アフロヘア、ハフロがちょっと分かんねえけど、まあ、とりあえずここに行けばいいんやな。さあ行こうぜ。クイズ全問正解の坊や、行き急いじゃダメさ、行き急いでって、その行きはいいんじゃないの、ダメなの。まあ、とりあえずやっていきましょう。88歳年の子ってやつですかね。あ、そんなに年いってたんや。まあ、とりあえずちょっとこいつと戦うか。さあ行こうぜビート。さあビートが勝負を仕掛けてきた。さあ振りかぶって口と投げていく。大丈夫それ、ポケモンかわいそうだけど。てかさ、なんでこのタイミングでお前と勝負するわけ、おかしくないか。さあさっさと粉砕してやろうぜ。てかさ、クチートってフェアリータイプもしかしたら入ってる。あ、待って、ちょっと待って、無限ダイナの HP 回復するの忘れてた。大丈夫これ、ちょめんどくせえ。とりあえず火炎放射を打っとくわ。ちょ無限ダイナで全抜きできるかなと思ってたんだけど。さあクチート OK、 いいね、素晴らしい、これは素晴らしいぜ。ちなみに無限ダイナってゴーストドラゴンなんだよね、すごいね。なんかなかなか今までにないタイプの気がするわ。でサーナイトも確かフェアリータイプ入ってたっけ。あ、クロスポイズンいけるやん。とりあえずクロスポイズンいこうぜ。さあどうや、おお半分か。ちょ待ってよ、これ効果抜群浴びるんじゃないか、何か。あ、未来用紙か、なるほどね。さあ行こうぜ。よし、っていうわけでそろそろ時間なんで中途半端ですけどこの辺りで終わりますか。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。